とといいうことでございまして、一部、しっかりとしてですね、えー、と中小企業の取り組みそして、えー、サブロック協定について大津会長よりいただいたんですけど、2部はですね、えー、ともう少し熱、えー、い議論を交わしたいということでございまして、えー、4人、この4人でお送りしたいというとことでございます。改めまして皆さんこんこにちは。えー、ちは本日はですね、まあ、働いていらっしゃる方お昼休みの方とかですね、ご自宅でお仕事をされている方々とかお,そお父さん、お母さんもいらっしゃると思うんですけども、えー えーと残業や休日出勤をさせるためにはサブロック協定の締結が必要であるということでですね、えー、自分時間を大切にというテーマでお送りする予定だったんですけどもやっぱりこの時間、ですねやっぱこのご時世やっぱり新型コロナ対策の影響に関わる労働現場の状況についてもですね率直に意見を交わしたいなと思ってますのでこの3人に、えー、集まっていただいております。ご紹介いいたししししまますすす、えー、連合よよより愛原事務局長ですよろろくくお願どうぞよろしく そして、えー、若者協議会より、室橋祐樹代表理事でございます。よろしくお願いします。室橋、はい、です。よろしくお願いします。そして、えー、ネットタレントの百花繚乱さんです。はい、百花繚乱と申します。よろしくお願いします。はい。ですね。ちょっとすみません。僕は紹介が早かったんで、テロップが追いついてないんですけど。も <laughs>、えー、今日司会の方をさせていただいております。直木兄さんです。よろしくお願いいたします。<laughs> はい。ということでございまして。もう本当に今、こんな状況が来るとは、本当に半年前には、えー。 思ってなかったんですけども大変ですよね,ね本当に両蘭くんのところにもそうですし室橋さんもそうですけども何より連合にですね、はいうん、ここ連日先ほどご紹介したラインアットにたくさんの相談が来ているということで相原さんどんな相談来てるんですかそうなんですよね昨日一昨日電話相談を受けましてね、はいえー、着信は千三百件<お>で私たちしあの相談員も増員して全力でやったんですけど、うん、受けられたのは二百件ですでただその二百件は本当に日々の暮らしの、はい まあ緊迫感が伝わる働く人たちの困難さがもう本当に手に分かるようなあの感じでしたねあのスポーツトレーナーがいたりもしくは学校の先生がいたりねもしくはスクールバスの運転手さんがいたりも様々でしたけどフリーランスの中にもおられましたねえ大変あの明日からの仕事どうなるんだっていう話とえ大変高負荷で残業が多いというまあこの両面が一気に起きているというのが今の状況かなと思いますねやっぱりその やっぱり怒ってからっていうところでいうと皆さん、やっぱりすごくあの不安に思う方もいらっしゃると思うんですけどが特に働いている方全般にも言えるとは思うんですけどが働いている方の中でも若者とかっていうのはどういうところで意見が上がって,るっていると,と聞きたいんですけどなんか村橋さん あの聞いてる声とかかありますすででしょうかそうそねあの私の周りには結構学生とかやっぱ独身の人が多いんですけどやっぱ学生とかだと今ちょうど就活の時期がちょうど3月1日から説明会とかが本当始まる予定だったんですけど合同説明会とかも中止になっていてで一部の IT の企業とかオンラインで説明会とかで対応してるんですけどす、ね、やっぱほとんどの企業がでも合同説をなくしてもうそのまま採用スタートみたいな形になっていてなかなかそこの企業理解が進まないという声がまあ聞こえてたりとかあとやっぱり今後多 多分非常に経済的な影響も出てくると思うんですけどその時はやっは採用数を減らさないかとかそこら辺の不安の声はま聞こえてきている部分とあとやっぱり単身世帯っていう意味で言うとやっぱ政府の休業保障が基本的には保護者を対象にしているのでやっぱりでもフリーランスの人だったりとか非正規の人たちってやっぱりそもそも結婚できないぐらいにお金がないという形でやっぱ20代の人たちってもうあの貯金がそもそも中央値でも8万5万ぐらいしかないっていう,ような状態になっているので。やっっぱりちょっと病気でもむしろ 働かなきゃいけないみたいな形になっているので、うん、そこら辺、どうにかしていただきたいなという声は聞こえてきますすねそうですよ、ね、うす一部でやっぱり企業説明会、うん、そして、あとその先の入社式もちょっと今やばいんじゃないかっていうところもあって。はい まああのー、会社というところもそうなんですけども今いただいたフリーランスという方々本当に行きどころあど相談のしどころがなくなっているというところで百花両昧君もいわゆるフリーランスなんですけどどういう思いを持っていらっしゃいますか、まあ、フリーランス、そもそもその社会というもので会社に所属していないので相談先がなかなか見つけづらいというところの問題が1つとあと僕2児の父親を。 やってるんですけどもその相談する以前にうちに子供がもうずっといる状態になりましていわゆるこのね休校対策で、まあ、感染拡大の防止の、ね、ためになりましたけれどもその子供に時間を使うことによってもうそ,そこの先の働くというところまでもう。 自分の見解が広げられないというところが結構難しい問題になっているなとそれゆえフリーランス誰にじゃあ相談するのよってもう不安が不安を呼ぶそんな状況も声もたくさんいろんなところで上がっていてまあみんな苦労している状態ですね今政治,政,治、まあ、政府も含めて緊急に対策は取っているというところでありまして各、まあ、あの団体さんも含めて対策は取っているというところは始まってはいるんですけれども綾野、うん、さん連合としてはですね、うん どういうふうに取っていきたいなと思ってまっしゃいますかちょっとパネル用意しましたけどねあの基礎中の基礎これもすでにあの政府には要請してあるところですがあマスクだよね、えー、もしくはその他の環境整備しようねまあこれはの基礎中の基礎としてすでにお願いしてあるところです合わせて今の話にもつながるんですけれど、えー、保護者の皆さんもそうなんですけどね子どもの居場所をちゃんと見つけないと学校休校ですから 学童保育ってちゃんと空いてるのと、うん、午前中空けてもらえるのと、うん、その人員大丈夫というようなことも含めてそれが1個もう1つは働くお父さんやお母さんたちに対して具体的な所得の保障がなければいけないとでもう1つは中小零細のところはもともと経済環境あまり良くない中で今回起きてますから大変苦労されてるんですねでそれに対する支援が必要でそれで最後4つ目のところがフリーランスなんですよ。はい ここのところは今政府が対策を打ってますが一人一人には届かない形になってるんで、はい、これ何とかしなきゃいけないってことで私たち声を強くして今要請しているところです。ありがとうございます。あま,すまああのもちろん組合員の方々も皆さん見てらっしゃると思うんですけど室橋さんそして百貨連さんまあ私の、はい。 今日初めてこの放送を見ている方もいらっしゃると思うんですけれども連合さんという団体はもちろんそういう形で政治の場にもちゃんとメッセージを届ける役割もされてますしあと先ほども後ほどもご紹介するんですけどもしっかりご相談にも乗りたいということで姿勢を取っているので電話番号先ほどご紹介しもらっなお電話だったりですとか LINE アウでもご相談を受けたりしているのでどこに相談していいか分からないという声が結構多いんですけれどもぜひ皆さんご検討していただければと思います。でですね、やっぱり今日日はサブ6の日ということで 長時間労働や残業ルールっていうところで、えー、サブロック協定についてトークする予定だったんですけどもやっぱりですねこの状況になって思うことは、まあ、そもそもフリーランスの方々それから会社員の方々も含めてやっぱりその自分がもう日々の生活に追われててそもそも今の状況になって、えー、っと今の自分の労働の環境ってどういうところなのかって見直す時期に来てるのかなと。 思うんですけども、えっとこちらについてもですね。ちょっと少しコメントいただきたいなというところでございます。相原さん、こちらサブロクの日なんですけどもいかがでしょうか？これじゃあ2つ目のパネルですけどね。1> うんはい、第1部でも小遣い超他、皆さんがあのサブロクの日の大事なことを言ってくれましたけど、うん、世の中にあんまり知られてない、はい、で、締結もされてない。4。5%の人たちが残業にルールがあること知らないよ。っていう人、うん、でサブロク協定を締結してんのは6割なんで。 1>, 1日8時間、週40時間以上働くこと思えば、職場においてこの協定がないと働けないことになっているので、ルールがあるのに知らない、ルールがあるのに守られない、これはね、ちょっと日本のフェアネスを,を著しく毀損するんで、公正な社会とは言えませんね、んね一人一人が努力しなきゃいけないし、企業労使や社会としてこのサブロクっていうのが頭にもっと色濃く根付くような、こういうことにしていかなきゃいけませんよね。 いや配信を見て初めてサブロック協定という言葉に触れた方ももちろんいらっしゃると思うんですけどあの村橋さん、やっぱりまだまだこのサブロック協定という言葉も含めて広がってないことも結構ありますよね。 今のやっぱり働き方っていうのは若者の方はどういうふうに思っている方が多いんですかねそうですねあのそもそもサブロクロ協定の話でいうとそもそもやっぱ学校でワークルールに関して教わる機会っていうのが全くないのでそうで,すよ、ね、それで全く知る機会がないっていうところを前提にした上で、うん、そで長時間労働に関しては昔のちょっと前だと基本的に大企業だったりとか安定した公務員みたいなのを求めてたと思うんですけど、うんはい、今の人たちはワークライフバランスを非常に重視していて就活の時にも基本的にはワークライフバランスをまず重視していくっていうのがやっぱ見られているので。うんはい 実際にその国家公務員だったりとか教員とか今非常に長時間労働を指摘されてますけどやっぱそこら辺の死亡者が非常に減ってきているというところでやっぱそこら辺を企業も変えていかないと多分人も集まらないし。 いいう形になっているのでそこは非常に重視されているので企業の人たちの認識を改めていただくというのは非常にに重要かなというふうふ思ってます今いただいたあの教育というところでやっぱりあの私たちが学生の時義務教育の批判にでも1時間、2時間でもこのサブロック協定について、まあ、働くことについての授業って今、思い起こせばなかったなとうう思いますし、まあ、あのもしできないのであれば企業に入った時さええ企業に入った時も企業がやるべきことなのかなというところで思っているんですが両蘭君。はい、やっぱり 両蘭君の立場でやっっぱ思うところって何かありますすか、ええ、そうですねまずそもそもこのサブロック協定僕自身もこのお話いただくまで知らなかったっていうところとかといってこれから生きていく上で誰が教えてくれるのかって多分そんなところもないでしょうし、はい、まあ知らなければそのことについてもう理解深めていって自分に対する何かに使っていくこともできないでしょうしまず知らないっていうところは一個損をしてたなっていうところが一個ありますね。であとこの今の世の今世中って結構その自分、はいはい 自分を大切にしていきたいけども、その自分を守るためにお金が必要でもお金がないっていうところの、なんか負の連鎖にどんどん,どん,どん陥っている中で、はい、助けてくれる守ってくれるルールっていうのがこのサブロク協定なんだなっていうところをこの配信に通じて理解できた方がいればいいんじゃないかなと思います。えー まあ本当に働くことの意味っていうところに何だっけっていうところの原点に立ち返ると思うんですけども、うん、まあもう少しお時間あるんで伺いたいんですけどやっぱその働くっていうところに関して、まあ、今、もう一度、見導め直す時期なのかなと思うんですけども、まあ、自分時間、本当に大事だと思うんですけでども室橋さん、いかがでしょうか自分時間。 自分自そうですねあのそもそもその価値観としてはやっぱり若い人たちも非常に旅行を楽しみたいとかそういうのはあるんですけど現実的にお金がなくて行いけないっていうところがあるっていうところとあとやっぱ長時間のところに関連してで言うとやっぱ昔のちょっと上の今の50代だったりとかそこらの人たちっってやっぱ長時間労働が当たり前の社会で働いてきてててそれがでもできていたのって基本的に女性がやっぱ専業主婦で家庭のことをやってくれたっていうのがやっぱ大きかったりすると思うんですけど今の人たちはやっぱ基本的に共働きなので。 環境が全然違うのに昔は俺はもっと働いてたみたいな形でなんかおじさんが説教するみたいな感じの場面が結構あってそこはまあその世代間の認識のギャップが非常に大きいのでそこも変えてもらわないとやっぱなかなかいい感じに生活ができないなというふうには思ってますね会場にもいるよね、あの辺にね。<laughs> ちょっとあちょっと改めてもらった方がいいよね、うん、時代も変わってると思いころですね相原さん時代のやっぱり変化に合わせた働き方。 本当に考える時期ななのかなとは思うんですけど、うん、あのこれ実はもう最後の方に言おうと思ってたんですけど<お>あの今回こ,んこのコロナウイルスが出てきて私たちは嫌がおでも毎日の暮らしとね、うん、その働く上でのルールっていうのをこんだけ身近に感じたこと、うん、もしくは社会全体で。 明日からの仕事どうなるんだろう、このルールって誰が決めてるんだろう、私にとって引きつけて考えると、このルールはどう生かされるんだろうっていうのが、学生でもフリーターでもさっきのスクールバスの運転手さんでも身近なこととして、こんなに迫ってきてることっていうのは、それほどないんですよね。 だからこれはコロナウイルスはもう徹底的に退治をし、はい、そして明るい社会に一歩でも前に進むっていうフォワードの関係でいかなきゃいけないけど、ね、今は全力で手洗ってうん、うん、え全力で抑え込むっていうのを各所でやらなきゃいけませんが、はい、この機会を私たち働く人たちやこれから働く人たちがどう生かすのかっていうことも1つ大変な観点だ重要な観点だなと思いますよね。はい それって結局やっぱり自分のこと自分時間につながることだと思うんですけどごめんパネルちょっと忘れてたけどね、はい <laughs>、はいたくさんご用意いただいて手伝いますこれ綺麗<は>、まあ、なあの文字にはなってるけど、はい、自分時間大切にしていくっていうのがこれ私たちの今回の 契機としてね考える上での一つのキーワードになるんじゃないかなというふうに思っています。あの私たちのみならずね、自分時間っていうことをあの多くの人たちがどのように自分に引きつけて考えるのか、こういう機会にもぜひなればと思いますよね。はい、そしてやっぱりネットで活躍しているドランクスとしたら、こういう自分時間大切にしてますか。はいはい、こういうことをやっぱり話すのって一番なか。 あの使いやすいのでやっぱネット、まあツイッターとか、えー、いろんなあの YouTube とかあるんですけど、こういうものを僕らは活用してもっと考えることのきっかけにしないといけないですよね。うん、もう何、うん、て言ったらいいっすかね。その自分時間この外出を控えろという中でインターネットの文化を触れる機会が多分皆さん多く増えていると思うんですけど、もうそもそも元々インターネットの文化を触れてきた人間としてやっている中で。 じゃあ外に出て仕事ができませんじゃあ今まで使って遊んできたインターネットを展開してまた仕事につなげていこうだったりとかその今まで自分時間で使っていたものがまた自分を助けてくれるっていう存在になりかけているっていうのが結構このコロナウイルスの影響で社会に出ている中で見ててもなんか面白い変化、まあ、ある意味でこれをチャンスに変えていく部分ではあるんじゃないかなと思っていてなのでこの自分時間っていうのは自分のためでもありますけど結局最終的には社会のためにもなるよっていうところがいいこ 言ってるんじゃないかなと。はいはい えー、今思いました自分でもせっかくネットを使っているのでツイッター <laughs>、まあ、いろいろインターネットのサイトを使って傑作、ね、を使って、えーえー、サブロク協定それから連合さんのことだったりとか、まあ、ワークルールということを、まあ、本当に5分で調べれば分かることもあると思うのでぜひです、ね、あの使っていただきたいなというところでございますが、うんえー、最後、綾花さんに、えー、と締めていただく前にもう一回だけあれですかねあのせっかくなんでダイヤルと LINE のご紹介しましょうか。 はい。 確かにね、はい、もう今日は初めて知ってくれる方がいるのでで助けてくれるところあるんであ,あ,ありがとうございますこちらなんですけど、えー、緊急なんですけど新型コロナウイルスに関するライン労働相談をやっておりまして3月6日金曜日10時から15時まで、えー、今やっておりますのでえっ、ー、と本当に連日たくさんのご相談いただいているのとそれからあのお電話でもお受けしてますので、えー、ぜひよろしくお願いします最後にアイハラさんにですねまとめのコメントをいただきたいなというところでございますはいありがとうございますあの本当に短い 時間でしたけどありがとうございました。多くの視聴者にご覧いただいたり、あの私たちこの4人のですね、あの第2部の気持ちがお届けできたらなというふうに思っています。あの私今回のことを通じて感じるのはですね、あの本当にあの毎日やり過ごす何気ない日常ですけど、何気ない日常っていうのは例えば学校の先生が子どもと向き合うとか、もしくはその子どもたちが大好きな給食を作りに給食センターに働く人が出向くとか。 もしくは新鮮な牛乳を届けるために酪農家の皆さんが暗いうちから一生懸命働いているとかまあそういう一つ一つの働くことっていうのが微妙につながってもしくは絶妙につながってこの社会が形成されているっていうのを痛感させられるんですよねどっかで一つでも水が止まってせき止められちゃうと今のこうした社会の混乱と言っていいと思いますがね こういういそののどん詰まりの雰囲気になってしまうしたがって働くことっていうのは非常に微妙なバランスの上で成り立っているものしたがって今日の自分時間っていうのは自分の時間のみならず人の時間も大事にするんだっていう意味でさっき百花ローランさんが言われてくれたことは私も同感なんですよね、はい、こういうあの絶妙なバランスの上に微妙なバランスの上に成り立っている一人一人の働くことっていうのを社会全体が大事にするその上ではルールがやっぱり必要だと。 そのルールを多くの皆さんに承知してもらうそして若いうちからその機会を多くの皆さんにご提供できるように私たちも努力していきたいなと、まあ、こんんなふうに思っているんです、まあ、その代表選手がサブロック3月6日ということだというふうに思っています。はい とといいうことでございまして、もう本当にあと1時間ぐらいしゃべれそうなんですけどもお時間が来てしまいましたので、えー、こちらで締めさせていただくんですが本日、えー、出演していただきましたのは若者協議会より村橋勇輝代表理事そしてネットタレントの百花竜蘭さんそして、えー、連合より 相原事務局長に、えー、お越しいただきました、えー、この4人でお送りしました、ぜひ皆さん、ワークルール、サブロック協定、ぜひ、えー、ネットで検索して、自分の、えー、知識に入れていただきまして、ですね日々生活していただければと思います、そして、えー、ダイヤル、LINE、えー、アウトでもまだ相談を受けておりますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。それではは2部ささせていいいたたただきままます本日はどうううもあありりががととごござざししよなら